ここに十四機の風車が並んでいます。一つが八メガワット。ブレードの高さまでを含めると、だいたい二百メーターぐらいの高さの風車です。こんな海で夕日を見たり、泳いだりって考えられますか。えっとユーザーの計画は。 これ今8メガワットですけど8メガワットよりさらに大きいこれは200メーターですけど280メーターの高さの風車が建設予定です15メガワットなので今世界はこうした10メガワットこれ8メガワットですけど10メガワット以上の風車はもう22キロ沖30キロ沖ともすれば100キロ沖とかに計画をしたり。 実際稼働が行われております日本の計画はなぜかこの8メガワットもこれ1.5ぐらいしか離れてないかもしれませんがそういう近場に建ててさらに13メガワット15メガワットの風車を2キロとか坂田沖はなんか0キロとか言ってもう本当に岸に近いところに建てようという計画が進んでいます。本当に大丈夫なんでしょうか ユーザーの風車では250人の方が不眠症のリスクを生じるというシミュレーション結果が出ますそして由利本上の計画では1000人規模の不眠症のリスクというシミュレーション結果が出ますこれは海外の寄生地と同等の日本の1000人規模の疫学調査のデータを入れたシミュレーションソフトによって 出された結果ですすかなりり信憑性があります世界は本当こういう8メガワットでも8キロおき10メガワット超えたらもう20キロおき30キロおきに計画それから稼働しています実際最近その国会の環境委員会で環境省の統括官が明らかにしたのは世界に10メガワット以上の風車で 10キロ以内、10キロ置き以内に建てている、か稼働しているものはないと明言をしましたそして山形県湯沢沖では、15メガワット、15メガワットを52キロ計画でありますが、双方、離岸距離2キロの着床式で建設の計画です、秋田県や住民山形県の住民から、風車騒音による健康被害の点などからも、2キロメートル置きではなく、欧米標準の22キロの離岸距離を取るべきと声が上がっています。 そこでこうした10メガワット以上の噴射が離岸距離10キロメートル以内に現存するのかあるいは計画があるのか世界の状況を調べてみましたがどこにも見当たりませんでしたそこでお聞きしますがどこにも存在しないという認識が正しいか環境教授に説明を問いますやり水統括官 10メガワットを超える風車につきましては2020年ごろから市場に導入されていると承知してございます離岸距離10キロメートル以内にある1基当たり10メガワット以上の洋上風力発電事業で現状においてすでに稼働している事例はないものと承知しておりますまさに日本の計画が いかに非常識なのかということを環境省も名言をしちゃったということなんですねこれは本当に大きなことだと思います実際この石狩湾のこの八メガワット風車を見てみましてこれはかなり威圧感があります本当ここで海水浴したりとか夕日を見たりとかって本当に皆さんしたいですか この景観のことも加味して世界では20キロ沖30キロ沖に計画したり稼働したりしてるんですよ。なぜ日本ではそれができないんでしょうか。